皆さんこんにちは、墨田区長の山本徹です。今回も墨田区の出来事や区政についてご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。区長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、今回は何についてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回は水と墨田の再生と、ここ東橋エリアについてご紹介させていただきます。水と墨田の再生、最近よく耳にしますね。はい、平成27年に策定した墨田区観光振興プランの戦略の一つです。墨田区は墨田川をはじめ、荒川や北十間川などの河川があり、かつて江戸随一の水の都と呼ばれたほど水辺環境に恵まれています。区ではその水辺空間と観光集運の仕組みとを結びつけ、水と墨田の再生を目指しています。その取り組みの一つとして、来訪者や区民に墨田の水辺環境の魅力を再認識してもらおうと、現在観光協会がおすすめするクルージングコースとして、スカイツリーの真下から日本橋まで古地図を片手にしながら歴史を楽しむコースや、旧中川の水面に映るスカイツリーを楽しむコースなど、墨田の水辺を満喫できるコースを用意しています。水の都というとベネツィアのようで、とっても素敵ですね。はい、新たに取り組んでいることは何かあるんですか。はい、ここ最近の取り組みですと、旧中川でアクセスディンギーという小型ヨットの乗船体験会を開いたり、東京都が進める両国リバーセンタープロジェクトに参加して、子育て広場や水辺ラインの待合所などを兼ねた複合施設の整備に向けて取り組んでいます。そしてここ東橋エリアのにぎわい創出にも力を入れていまして、その取り組みをこの方にご紹介していただきます。観光課の徳永さんです。徳永さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはここ潤広場で開催しておりますザ・グリーンマーケット墨田、こちらが大変ご好評いただいております。大勢の方が訪れているそうですね。そうなんです。ザ・グリーンマーケット墨田では、日本全国の農産物やその加工品、雑貨、また墨田区内の特産品など約70の出店者が集まる大きなマーケットになっています。お買い物するのが楽しそうですね。はい、たくさんお買い上げいただいたお客様には自転車メッセンジャーサービスがございます。3000円以上お買い上げいただいたお客様にはご自宅まで配送するといった、そういったサービスになってございます。はい、またポイントカードがございまして、ポイントを集めていただいたお客様にプレゼントを差し上げています。それは開催されるのが楽しみになりますね。はい、ぜひお買い物をお楽しみください。そして次にご紹介するのが、先日5月18日に開業いたしましたアシックスコネクション東京アット墨田です。どんな施設なんですか。はい、隅田川沿いの道はランニングやウォーキングのコースとしても大変人気でございます。そうした方々により快適に楽しんでもらえるような施設になっています。施設の中身はどうなっているんですか。はい、こちら2階建ての施設になっておりまして、1階が健康を意識したメニューを取り揃えたカフェ、はい、2階の部分がランニングやヨガをされた方が利用することができるフィットネスの空間になっております。フィットネスを楽しんだり、隅田川を眺めながらお食事、素敵ですね。そうですね、オープンしてまだ10日ぐらいなんですが、すでに多くの方が利用なさっているんですよ。新たな人気スポットになりそうですね。はい、この施設の誕生でスポーツを通じて健康で生き生き暮らせる街づくりをさらに進めていけたらと思っています。ザ・グリーンマーケットが定期的に開催されていて、リバーサイドカフェもある。これからこの東橋エリア、ますますにぎわいそうですよね。はい、実は東橋エリアの取り組みはそれだけではないんです。他にもあるんですか。はい、東橋観光案内所が東橋のふもとからここ墨田区役所2階に移転します。新しい観光案内所では多言語での対応や区内産品の展示販売、カフェなどのさまざまなサービスを実施し、新たな拠点として生まれ変わります。観光案内所が区役所内にできれば、区役所に来た人にも区の魅力をしっかりと PR できていいですよね。はい、それでは最後にですね、皆さんにメッセージをお願いいたします。
墨田区では今後もこの吾妻橋エリアのほか水辺環境のにぎわい創出に向けてさまざまな事業を行っていきたいと考えています。ぜひ皆さんこれからの墨田の水辺にご期待ください。